どうもコツです。はい、どうもイスです今日ですね。今日はい、なんか YouTube やってるじゃないですか、うちのお店。私もね、ここに入社する前に、めちゃめちゃ YouTube 見させていただいてて、日産 TV を。あ、入社前から。はい。あ、表参道で、ね、表参道で放送されてるだけね、はい、あ、なるほどなるほど。結構全国ネットで見れるんで。あ、そうなんですね、はい、あ、関西だけないんや。関西だけはないです。あ、全国で見れるやん。全国で見れる。そういうことだよね。知らんかったわ、はい、見てる人いると思うんですけど、うん、あ、そうですか、はい、うん、でもなんか YouTube って結構いろいろチャンネルあるじゃないですか、うんうん、ありますね。うちのコメント見てたらめっちゃ分かりやすいとか、うんうん、めっちゃ参考になりますとか、うん、結構そういうのが多くて、うんうん、なんか他のお店と何が違うかなっていう、あ、分かりやすさとか、分かりやすさとかね、はい、そうだね、何が違うのね、何が違うんですかね、うん、そうやね、まあ、心当たりがあるとすれば俺はね、はい、こういうやり方とか、はいはいはい、グラボブはこういう方法で切るとか、カラーはこういう方法で染めるとか、はい、やり方とか方法っていうのではあんまり覚えないんですよ。あ、もうね、僕はね基本的にはね、そもそも論みたいな。そもそも、そもそも、そもそも、そもそも論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 って分かる？いや、ね、そもそもイメージしか分かんないです。そもそも論、はい、まあまあちょっとね、まあ、そもそも論をね、はい、Google で調べるとね、Google で調べると何でも出てくるから便利ですね。そうそう、俺いつも社員に言ってんねん、はい、分からへんことあったら、もうこれもプライベートのことにもそうですよ、はい、分からへんことあったら Google か YouTube かでどっちかで大体答えてるから。なるほど。例えば服にね、はい、シミがつきましたと、はい、シミの抜き方、はい、絶対出てくるね、YouTube。絶対分からないことあったね。大体 Google か YouTube で調べたら出てくるんですよ。ですよね、うん、そもそも論ね、そもそも論、うん、物事を原初に立ち返って論じること、うん、うん、遡って必要性や存在意義などを問うことなどを意味する表現、うん、どのようにするかを議論しているとき、そもそもどうしてそれが必要かという問いを蒸し返すようなあり方っていうふうな、まあまあそういうふうに書いてるんですけど、うん、だからまあね、はい、まあ、ちょっと難しく言えばこう物理的にどうなんだみたいな、うん、そういう風なね感じで技術を考えてるんですよ、はい、見てるんですよ。なるほど、うん、例えばね、はい、レザーカットは傷むのか傷まないのかっていう、まあ、はい、議論があるわけでしょ、はい、議論があるよね。ありますね。ね、レザーカットは傷むのか傷まないのか、いや僕のレザーカットは傷まないんですよとか、はい、あんまり言うと怒られるかもしれないね。ね、大体まあそういうふうに言って、はいはい、こうやってやれば傷まないんですよって、うん、まあ、言う、おっしゃってるんですよ。はい、なんかいろいろ見たことあるよね。ありますね。ね、そもそも、ね、ここで始まるの、はい。そもそもレザーカットはなぜ傷むの？はい、どうぞ。なんで傷むって言われてるの、レザーカット？一本の紙を斜めに削ぐんで。おうおう、結局髪をダメージさせてるというか、切っちゃってるっていうか、斜めに削いだらなんで痛むの、逆に言うと。ペラペラになっちゃうからですか。ペラペラになる、ペラペラになる、うん、まあちょっと分かる、細くなっちゃう、細くなるから痛む、細くなるから痛む、細くなると、うん、むき出し、え、ちょっと分かんないです、ちょっと分からへんだから、そもそも、そもそもここが分かってないと、はい、レザーカット痛む痛まないが、まあ、こう論じれないわけですよ。そうですね。でしょ、はい、だレザーカットなんで痛むのかって言ったら、さっきも言ったように髪の毛があって、はい、それを斜めに、どうしても斜めに切るやん、はい、なかなかこういうふうなものに対して、はい、例えばこれがレザーだとしたら、はい、こういう毛に対してこうは入れていけないよね。そうですね。でもハサミってこう切るやん。そうですね、ハサミってここからこう切るわけだから、はい、ね、この毛に対して切り口が必ずまっすぐになるよね、うん、まあ、それは多少歪むこともあるかもしれないよ、はい、でもレザーってそもそもこうは入れていかないよね。入れていこうと思ったら入れていけるかもしれないけど、はい、こんな切り方する人いないよね。そうです。めっちゃやりにくいやん多少なりともやっぱ斜めに入ってくるわけですよ、はい、レザーカットって。なのでこれがこうなるわけね。うん、そうするとやね、
そもそも髪の毛は中のコルテックスがね、はい、まあ、栄養分がね、はい、キューティクルに守られてるわけやんか、はい、キューティクル守られてる、はい、そこをまっすぐ切ったら切ることによって、はい、ね、中の栄養分がむき出しになるよね。うん、そうですね。ならまっすぐ切るのか斜めになるのかで中の栄養分がどちらがむき出しになりますかっていう話。斜めの向き出しなわけね、はい、そこからやっぱりキューティクルがこう細くなっているところからキューティクルが剥がれやすくなったりとか、はい、向き出しになってくるところからこうちょっと枝毛になりやすくなったりとか、はい、まあ、枝毛とか先毛やねになりやすくなったりとかするから、はい、やっぱダメージが進行しやすい切り口になるからレザーカットは傷むと考えられてるわけですよ。わかるよね、はい、ここまでわかるよね。わかります。じゃあそういうふうに考えられてるんであれば、はい、それを解消するような切り方だったら傷まないって言ってもいいと思うんですよ、うん、あ、うん、だけれども、はい、いや僕のは傷まないですよとかね、まあちょっとあんまり突っ込んで言うとちょっとあの誰かに、ね、誰かが言ってることが当たるかもしれないから言わないですけどじゃあそこを解消するようなこうそもそも論が、はい、出した上でレザーカット傷まないって言ってますか言ってませんかっていうふうな、まあ、そういうふうな視点を持ってるっていうようなことなんですよ。わかる、はい、うん、だから、まあ、俺はだからレザーカットが傷むのか傷まないかで言えば、はい、まあそれはシザーよりは傷むって答えれるわけですけどね、はい、でもシザーもまあそもそもむき出しになるからね、うん、そうですね。ただ単にそのむき出しのこの面積が狭いっていうだけであって、はい、レザーカットも斜めになったら、まあ、むき出しの面積が広い、しかもちょっととんがるところも作ってしまうんでちょっと剥がれやすくなり、なったりとかっていう削減につながりやすくなるっていうのが、まあ、あるんだけどね、はい、そもそも髪の毛なんてね傷むもんやからね。そうですね、うん、髪の毛なんてもう、はい、あの死んだ細胞なんで、うん、ね、頭皮から出てくる時、はい、ね、あ、そうそうそもそもねそもそもね髪の毛って生え変わるわけですよ、はい、大体女性やったらまあ4年から6年って言われてるけど、はい、4年から6年伸び続けてたらその毛は抜けて、はい、新しい毛が出てくるわけですね。うん、だから全く一生切らへんかったとしても、はい、まあ最大でも6年、はい、言ったらまあまあ80センチからまあ1メーター弱ぐらい、はい、まあ、伸びるスピードによっても違うけど、はい、ぐらいしか伸びないわけですよ。うん、だから髪の毛伸ばし続けて身長を超えてくるっていうのは、はい、もうそれはね、あのちょっと異常なんです。あ、ちょっと遺伝子レベルで、そうそう、遺伝子レベルでちょっと異常な人なんですよ。あ、うん、でもなんかあの一般の方だったらね、はい、多分髪の毛って切らへんかったらずっと伸び続けると思ってるじゃないですか。確かに美容師だったら誰でも知ってる話だけどね、はい、だから髪の毛は全く何年も切らへんかったとしても大体お尻ぐらいまでで止まる、うん、伸びがね、はい、うん、だから4年とかそのヘアサイクルが短い人ってもっと短いところで止まっちゃうからね。うん、でその生え変わる時には、はい、生え変わって新しい毛が生まれてくる時には毛先までキューティクルで覆われてるんですよ。はあ、もうそこはコルテックスむき出しになって出てこないんです。はあ、ね、生え変わって生まれてくる時にコルテックスで覆われて出てくるね。うん、でもそれその時だけなんですよ。もう一回切られたらもうそこからずっとむき出しが続くんです。なんもそもそもむき出してあんのに、はい、それがちょっとぐらい斜めになったからといってそんなに痛いますかっていうふうな、まあ、議論もあるわけですよ。あ、確かに、まあ、分かる、はい、だからそういうふうなこうそもそも論を歌わずに、はい、ね、俺のは痛まないとかね言ってても俺はそのあんまり意味がないじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だからレザーカットが痛むとか痛まないっていう話を今日はしてるんじゃないですよしてるんじゃないですよ。シザーに比べたらそれは痛むでしょうと、はい、まあ多少なりとね、多少。じゃあその痛みっていうのがレザーカットのメリットってあるよね。例えばその細くなる分やっぱ毛先の収まりがいいとか、まあその隙と長さを切るのが同時にできるとか、そういうまあレザーカットなりの風合いっていうのがあるわけじゃん、はい、ね。だからそもそも髪の毛は傷んでいくわけだし、はいはい、美容師の仕事は例えばカラーにしろパーマにしろ絶対ダメージするわけじゃん、うん、シャンプーだってダメージするからね。そうですね、うん、その厳密に言えば、はい、だけれどもやっぱりシャンプーしなかったらどんどん不潔になって、はい、美という概念がね、はい、どんどん壊されていくから、はい、だから洗うわけでしょ、はい、ね、
ずっと切らんかんってもね、そのもうどん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 かっこよくなるから、はい、可愛くかっこよく美しくなりたいからカットするわけでしょ、はい、ダメージを負ってでも、はい、っていう風な感じだよ。それやったらね、例えばシザーで切るのとレザーで切るのとほんのちょっとのダメージの違いしか分からへん。でもレザーの方が多いってことは、これはねそもそも論で言うと、まあ、間違いないことだと思う、うん、でもその差が、ね、はい、レザーカットの風合いのねメリットをね諦めてまでやるぐらいのダメージレベルの差なのかどうかっていうふうな、まあ、そういう話がやっぱりその例えばレザーカットで言えば、はい、あのまあ、そもそも論で論じるとそうなっていくわけですよ。うん、結構微妙な差。そうそう、じゃあ別にいいんじゃないの、その風合いがあるんだったらって、ね、カラーだってだってその色が手に入れれるんだったら別にダメージしてもいいんじゃないかと思ってこうやってやってるわけでしょ。そうですね、うん、これもダメージ的に言ったらなんてことしてくれてんだって話やんか。そうですよね、髪の毛から髪の毛からしたら何やってんだこの野郎みたいな。確かに。でもやっぱりその、ね、ファッションっていうか、はい、この色が欲しいからこうやるわけであって、うん、まあ、そんなねダメージ言ってたら何もできないわけですし、はい、まだそういうふうなそもそものを無視して僕のは痛まないっていうのも逆にあの僕は意味がないと思ってるんです。わ、はい、かります。わかります、うん、例えばグラデーション入れる時とかね、はい、この辺例えばこの辺のグラデーション入れる時とかね、はい、こうアウトラインを切らずにここでパツンと切ったら、うん、ね、アウトラインを切らずにここでパツンと切ったらこのもみ上げとかこの形がこう出てくるじゃん、はい、でこうやって切ったらこういうふうな形になりますよ、はい、っていう考え方があるよね。その人の顔形に合った自然な丸みが出ますよ、うん、いうのがあるんですよ、はい、その切り方がね、まあ、これはネイピでもある話で、うん、まあ、これはね本当近々詳しくやろうと思ってるんですけど、はい、でもそれっていうのは、はい、そもそも毛がストレートで綺麗な生え際でまっすぐ生えてるってことが前提で考えられてる技術だよね。そうですね、ね、もうそれである部分こう耳のところなんてめっちゃ後ろに向いて生えてる人とかもいるし、はい、例えばもみあげってめっちゃ癖ある人もいるし、はい、まあ、そもそもこの ここの生え際が左右違う人もいるし、うーん、ってなったらその切り方って狂い生じますよねってなるよね、はい、じゃあ先にアウトライン切った方がいいんじゃないですかとかって、そういうふうな議論なんですよ。わかる、はい、だからそういうふうな前提があって、はい、まあ、形っていうのができるわけで、うん、その素材っていう前提があってね、はい、だからそこをこう無視して、僕のやり方はこうなんですって言ったところで、はい、いやそれはいろんな人によって違いありますよねっていうふうなところまで考えちゃうんですよね。なるほど、うん、だからこういうのやり方してるんですよっつって、俺はあグラデーションってこうやって切るべきなんだとか、うん、まあ、ここのアウトラインってあこうやって切ったら自然にできるんだっていうふうな覚え方はしてないんですよ。こうやって切ったらなぜそうなったのって、なぜそうなったの、じゃあここに癖があったら歪むよねって、うん、じゃあその場合はアウトライン先切った方がいいのか、それともここ切ってからアウトライン整えた方がいいのか、はい、さあどっちなんだろう、その2つのやり方にはどんなメリットとデメリットがあるんだろうっていうような、うん、まあ、見方をしているんですよね、はい、だからなんていうのかな、常になんか俺は髪の毛の気持ちになってるから、ね、こう切られる髪の毛、はい、切り落とされたじゃなくてこう残された方のね、はい、ここでパーンと来たら、あれ今俺ここで切られたけど今どういう形で落ちたのかみたいなそこまで結構感情移入する。そう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 、もうここの髪の毛になったつもりでこう落ちるんですよ、その、まあ、髪の毛というかその束になったつもりで、ね、こうやって切られたら、あこうやってここでこうやって切られたらこういうふうに落ちてるよなみたいな、あれでも今言ってる人なんか違うこと言ってるな、こういうふうに落ちてるはずやん、はい、なんでそんなこと言ってるんだろうみたいなことをなんか常にこう考えてて、うん、で自分の中でああそうかそうか、あこういうことか、あそもそもこうだよねっていうふうに、まあ、積み上げてきたものを、まあ、YouTube で配信してるというふうな感じなんで、まあまあ、もし俺が言ってることが分かりやすいとするならば、はい、結局はまあもともと若い頃からそもそもどうなんだっていう、ね、はあ、考え方で、はい、まあ、やってきてたんで、まあ、そこなのかなっていう気は
しますけどね。なるほど。工程とか決まってて、もうこう切ったらこうなるって言われるよりかは、うん、そういう根源の理由があった方がなんか分かりやすいです、ね、そうだからこう切ったらこうなるってやってたら、もう例えばそれがさ、もう何通りもあるわけじゃん、はい、その一通りだけでは絶対収まりきれないでしょ、勉強すればする、ね、じゃあ何パターンも覚えないといけないし、うん、ワンパターンだけやったらやっぱり同じようなテイストのスタイルにしかなれない、はい、でもそもそもなぜそうなるのかっていうふうなことを理解したらめっちゃ応用が効いてくるんですよ、うん、例えばさ、足し算とかでもさ、はい、うん、まあ、足し算でちょっと例が悪いかもしれないけどね、2+3は5だって丸暗記するとするたら、はい、じゃあ 6+4 は10って丸暗記しないといけない、はい、6+4 が10、4+6も10って丸暗記しないといけない、はい、でも足し算ってそもそもこっちの数とこっちの数を合わせるもんですよっていう風な原理原則が分かってたら、はい、ね、2+3が5っていう風のが分かったら、じゃあ7+3は10だよねって自分でこう生み出すことができるわけですよ、はい、でもそれを一個一個7+3は10、ね、7+4は11って覚えてたら覚えきれないし、そうですね、うん、そもそもやっぱりこう覚えれるのに限りがあるじゃん。じゃあその中、その範囲、覚えたさ足し算の数の範囲の中でしか仕事ができないんだけど、足し算の原理原則が分かったらいろんな足し算を生み出せるようになっていくわけでしょ。確かにめっちゃ分かりやすいですね。分かりやすかった。めっちゃ分かりやすい。よかった。だからそもそも論っていうかね、はい、もうそもそもこういうことですよっていうところに気づくようになるとすっげえ応用が効きやすくなるんで、だから僕はねそういうことを、ひたすら訴えてるんですよ。それがちょっと違うポイントなんですね。そうそうかなとは思いますけどね。そもそもレザーはなぜ痛むのかっていうところが論じた上でレザー痛まないって言ってる人をあんまり見たことないですよ。僕のレザーは痛みませんとかね。えってなぜかって。確かに。なぜ人で変わる問題でもないんですよ。じゃないんですよね、うん。間違いなく斜めに切るから、はい、間違いなくシザーよりかはそういうふうな、その原理で言えばね、絶対的にまあダメージいくはずなんだけど、はい、でもそのダメージっていうのは、この風合いが得られるならば別に無視してもいいんじゃないっていう考え方も僕はありだと思いますよ。もちろんそれを言った上でシザーよりかは少なからずダメージするってことは、これは間違いない話だと思いますよ。まあセニングに関してもそうだけど、はい、セニングに関しても切るとこと切らないとこあるでしょ、はい、切るとこと切らないとこ、歯と歯が合わさったとこは切れるんだけど、歯と歯がこう合わさってないところはこう切れない、はい、でも切れないんだけど、その歯じゃないところでカンと押すんで、多少やっぱキューティクルに傷がつくわけですよ。はそれも事実だね、はい、うん、だからまあそのスニッシングもまあ入れたらゼロではないよっていうふうなこと、それはシザーでちょっとずつ抜いていった方が、はい、ダメージ的には大丈夫なのかもしれないけど、でもそのセニングのスピードとか、はい、まあ、風合いとか、もう安定したこのピッチだとかっていう、はい、シザーでは絶対できないような、うん、あの機能っていうのがあるんで、はい、シザーでやるよりかはセニングの方が多少はダメにすることは理解した上で、はい、いやでも使ってると、まあ、いうふうな感じですからね、はい、まあ、そんな感じであのそもそも論で考えていただくとね、入ったばっかりの人もね、もう初めからですよ。俺も初めからそういうふうに考えたから、初めからすると多分初めからシャンプーだってそもそもなんでこうなんだみたいな、まあ、このやり方でいいんじゃないかみたいなさ、言うても泡と水をコントロールするわけだからね、はい、もう結局一緒なの、シャンプーもブローもあのギーズの植え方っていうのは、まあそういうなんていうかな、物理というか、まあ、そんなが絶対働いてますからね、うん、そういうところをね見ながら覚えるとすごく早くなるし、自分でも分かりやすくなって、またそれがこう技術の進化につながっていくんじゃないかなとは思いますけどね。この動画見てからまた基礎の動画見たらちょっと違いそうですね。あ、違いそうですか。なんか先にこっちの動画見てからの方が、うん、あ、なるほど、吸収レベルがアップしそうな、なるほど、はい、ということはですね、はい、この動画を見たあなたはですね今から日産 TV のね、はい、過去動画に高めていただいて見ていただきましたら、非常に嬉しいかなと思いますね。日産 TV オンラインショップやってます。日産コーコが使うコルタシザーや日産 TV オリジナルブランドタクトのアイテムを続々追加予定です。
ぜひ一度覗いてみてください。